ってストレート。はい、こんにちは。今回は日本人ボクサーの KO を積み重ねた必殺パンチを紹介いたします。はじめの一歩の主人公である幕の内一歩が使うレンプシーロールは、上半身を8の字の軌道で振り続け、相手の攻撃を避けながら体重を乗せ、遠心力をも使って左右のパンチを出すという必殺技なのです。元ヘビー級王者ジャック・デンプシーが開発したと言われており、日本では藤武史選手が初めて使いました。デンプシーロールで世界王者からダウンを奪った藤選手、その後ゴーダを叩き込み2ラウンド KO 勝利で見事世界王者となりました。巻いています、藤。事件の後、ガッツさんは WBC 世界ライト級王者のロドルフォ・ゴンザレスに挑戦いたしました。ゴンザレスは当時79勝66 KO と怪物並みの成績を誇っており、ガッツさんはあまり期待されていなかったのですが、幻の右が炸裂し世界王座に戴冠いたしました。王者石松選手は7ヶ月前の対戦では圧倒的不利の予想を幻の右を炸裂させ覆しました。そしてこの幻の右は再戦でも12ラウンドに見事に炸裂いたしました。エビハラ選手はファイティング原田選手、青木選手とともにフライ級サンバガラスと呼ばれ、将来を期待されておりました。青木選手や中村選手、チャチャイ千代ノ井を破って世界王座に挑戦しました。先生のリズムと絶妙のタイミングから放たれる左ストレートはカミソリパンチと呼ばれ、33の KO 勝利を積み重ねました。海老原選手はその強打から拳の骨折を7回経験したのですが、精神力と根性が尋常ではなく、試合中に拳を骨折しても試合終了まで耐えることもあったのです。沼田選手は1962年のデビュー以来、精密機械と呼ばれる正確な技術を駆使して東洋2階級制覇王者となり、1967年に WBC 世界スーパーフェザー級王座に戴冠しました。世界王座を
一度手放しましたが、再び世界王者となり、2階級制覇を狙うラウル・ロハスの挑戦を受けたのです。序盤は軽快な動きを見せていた沼田選手ですが、順繰りした体格で強打のロハスが4ラウンドにプレッシャーをかけ、しつこくボディ攻撃を仕掛けてまいります。なんとか立ち上がった沼田選手ですが、再びロープ際にロハスの強打にさらされるのです。また詰まった、また詰まった、またコーナーに詰まった。こういう風にはなってはダメです。危ない。またピンチ、またピンチです。チャンピオンピンチ。でも出なければダメです。あー、ボディ打たれた。コーナーから出ることより打たれながら芯を外し、相手の隙を探すことを沼田選手は選択しました。ロハスの連打が終わる時を狙って沼田選手は右アッパーから逆襲をかけるのです。沼田としては出たいでありますが、足が動きません。全く大ピンチ、大ピンチです。アナウンサーは大ピンチと連呼していますが、沼田選手はロハスのパンチを凝視し、突きを狙っているようにも映ります。1985年、ミドル級でプロデビューいたしましたが、連敗をしたので、ウェルター級へ転向し、快進撃が始まりました。東日本ウェルター級新人王戦では、神山仁選手に4ラウンド引き分けで阻まれましたが、その後、ウェルター級とスーパーウェルター級とで日本王者となり、26の KO を積み重ねました。吉野選手の KO パターンは強烈な左フックが絡みます。吉野選手の左フックはラーメン屋での岡持ちのアルバイトで鍛えられて、剛腕の左フックが生み出されました。吉野選手は日本ウェルター級王座の初防衛戦に神山選手を迎えました。前回の対戦では引き分けでしたが、2度目の対戦では吉野選手の左フックが序盤から猛威を振るい、ダウンを奪っていきました。元 WBC 世界スーパーバンタム級王者西岡俊明選手の代名詞はモンスターレフトと呼ばれた鋭い左ストレートです。
世界王者となった西岡選手は2度目の防衛戦でジョニー・ゴンザレスと戦いましたが、ゴンザレスの地元メキシコでの一戦だったため激しいブーイングの中防衛戦を行いました。ゴンザレスは元 WBO 世界バンタム級王者で2階級制覇を目指し、西岡選手に挑戦してまいりました。バンタム級時代はフェルナンド・モンティエルに勝利しており、またこの試合の2年後に長谷川選手を KO したハードパンチャーです。初回にダウンを喫した西岡選手は敵地では判定で勝てないと意を決し、3ラウンドに勝負に出ました。雄たけびを上げます、やったぞというこの叫びがメキシコモントレーに響きます。